皆様こんにちは。本日はキヌージョの大森が今年の3月に新発売しましたこちらのプロドライヤーについての一般のお客様がご家庭でご使用いただく際のお使いいただくポイントなどをお伝えさせていただこうかなと思います。それではよろしくお願いします。そもそもこのキヌージョプロドライヤーとはご家庭でご使用いただくことはもちろん性能に特化したプロ仕様のドライヤーとなっております。全国のサロンさんでご愛用いただいている美容師さんがたくさんございます。特徴は超大風量と超軽量、ドライ時間を大幅カットしてシルクモードという新しい機能があって、速乾を叶えながら潤うツヤ髪を実現できるドライヤーになっています。それではドライヤーをする前に押さえておきたいポイントからいきましょう。それではまず1つ目のポイントです。髪の毛を乾かす前にはいきなりドライヤーを使うのではなく、こういう粗めのコームなどを使って髪の毛を溶かしてあげてください。ちょっと今私は髪の毛が濡れていないんですけど、皆さんは本来髪の毛がこれ濡れていると思います。で、粗めのコームだと濡れてる髪の毛でもスーッとブラシが通りやすいので、できれば粗めのコームで溶かしてあげてください。で、全体的に溶かし終わったらここからドライヤーに入ります。まずこの使い方ですね。裏のボタンを上に上げると電源が入ります。ここにボタンが3つついてます。このボタン何のボタンかと言いますと、上から風量ボタンです。風量が3段階で切り替えることができます。真ん中が温度調節ボタンです。温度も3段階で切り替えれます。で、最後にシルクモードです。これはいわゆるセンシング機能と呼ばれている機能で、温風と冷風が自動で切り替わる自動オートモードになってます。これも風量が3つ選ぶことができるようになっています。それでは実際に髪の毛を乾かす時の真似をしながら使ってみたいと思います。ドライヤーの電源を入れて風量を切り替えましょう。早く乾かしたい人はマックスです。温度も一番高いものがおすすめです。髪の毛を乾かす時は煽りながら乾かすのはダメです。上から下に向けて髪の毛を撫でるように乾かすのがおすすめです。このようにちょっとずつ左右に振ってあげてもいいんですけど、下からこのように乾かしてしまうと毛先が散らばってしまって絡んだりキューティクルが剥がれたりするので、なるべくドライヤーは上から使ってあげてください。髪の毛の長さが長めで量も多めの方であれば、風量もマックス、温度もマックスがおすすめなんですけども、この暑い夏の時期にドライヤーをする時間って結構もう汗だくになったりしませんか？そんな時におすすめなのが真ん中の温度調節ボタンです。温度を3段階で切り替えることができるので、これも風量がマックス、温度をレベル1とか、ちょっとこうぬるめの風を当ててあげることで、風が強いので髪の毛は早く乾くんですけども、体感温度がぐっと下がるので、暑い夏の時期には温度を下げてご使用することをおすすめしています。はい。で、髪の毛がですね、だいたい8割ぐらい乾いてきたら、今度はずっと強い風ではなくて少し風量を落としてあげてください。そうすると髪の毛が散らばらずに毛先までプルンとまとまったうるつや髪を作ることができます。最後におすすめのモード、もう一つご紹介します。3つ目のボタンのシルクモードです。このモードは何かというと、温風と冷風が交互に切り替わるモードになっているので、髪の毛を乾かしながら冷やすことでキューティクルがキュッと引き締まる、まるでサロン帰りのような手触り、ツヤ髪というのをご自宅で作ることができるモードになっています。さらにこのモードは風量をまた切り替えることができるので、レベル1なんかは特にこう前髪とか
ピンポイントで当てながらしっかり形を固めていきたいときにはシルクモードの風量1がおすすめです。そして風量2は小さいお子様におすすめしています。特にドライヤーが苦手だったよっていうお子様がこの温風と冷風が交互に切り替わることで熱々感じることが少なくなったようで、小さいお子様から好評いただいているのがシルクモードの2になっています。最後シルクモードのレベル3、これは髪の毛、例えばカラーした直後とかであんまりこう退色をさせたくないなっていう時なんかにおすすめなモードになっています。このように風量を切り替えたり温度を切り替えたりシルクモードを切り替えたりしながらこのプロドライヤーはご家庭でもご使用いただくことができるドライヤーになっております。では最後にこのプロドライヤーのおさらいをしていきます。風、熱、潤い、この3つをコントロールしていきながらご家庭でもまるでサロン帰りのような滑らかで潤いのあるツヤツヤした髪の毛を作ることができるドライヤーになっております。こちら2022年3月より全国のサロンさんでお取り扱いがスタートしておりますので、ぜひ皆様ご購入の際お求めの際は全国のサロンさんにお問い合わせいただけたらと思います。概要欄にサロンリストを貼っておきますのでそちらからぜひご覧ください。ということで今回はキヌージョの大森がお送りいたしました。このキヌージョ公式チャンネルではヘアケアやヘアアレンジ、髪に関するハウツーをご紹介しております。ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。その他キヌージョ公式 SNS も画面に出ておりますのでそちらもぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。